んにちは、めいやです。今回は飯塚市の香袋に来てますね。まあ、香袋と言ったら、まあ、自分が中学生の頃の、まあ、隣の学区って感じなんですよ。だからまあ小学校中学校は、まあ、この辺が学区外なんで、まあ、来たことなかったんだけど、まあ、それでもですね、まあ、中学の学区のすぐ隣って感じだったんで、まあ、場所としてはよく知ってるかなっていう、まあ、そんな場所ですね。で、まあ、今回は結構見るスポットがあるかなっていうのはあるんですよ。なんか大体ですね、まあ、このお散歩動画って3箇所ぐらい見るスポットがあれば、まあ、成立するみたいなところがあるんですけど、まあ、今回はこれ3箇所以上あるんじゃないかなっていう、なんかそんな場所ですよ。まあ、では早速、まあ、最初のスポットを紹介しましょうかね。まず最初のスポットはこちらになります。じゃん、フェイス707っていうパチンコ屋じゃねえかって思うかもしれないですけど、ここのパチンコ屋がですね、まあ、自分が人生で一番お金を落としたパチンコ屋なんじゃないかなっていう、なんかそういうパチンコ屋ですよ。まあ、今から、まあ、20年前ぐらいからパチンコ始めたんですけど、まあ、その当時はまだ1円パチンコなんかもなくて、まあ、1ヶ月に10万円以上、まあ、ここで使ってたんじゃないかなっていう、なんかそういったパチンコ屋ですよ。まあ、今はですね、だいぶ1円パチンコなんかができて遊びやすくはなったとは思うんだけど、まあ、自分はもう最近は全くパチンコって言ってないですね。もう本当20年前ぐらいがもう一時的にハマって売ってたっていう、なんかそんな感じですよ。そして今この歩いてる場所なんですけど、これ以前ですね動画で紹介したことがあったんですけど、この前の歩道橋ですね。まあ、ちょっとミステリースポットみたいな感じで言ってたんですけど、なんでそこにあの階段があるのかなっていう話をしてたんですけど、まあ、一応この場所がですね、まあ、歩道みたいな感じですよ。もう自分の中では中央分離帯かなって思ってたんですけど、歩道ですよ。まあ、意外と歩いたら広い幅があるなっていうのは分かりますよ。でこれですね、あの過去にあった香袋線っていう線路があったらしいんですよ。でその線路があった関係上、なんかこんな作りになったみたいですよ。まあ、たまになんか気にしてみたらここ歩いてる人いますね。ただちょっと向こう側に行くにはですね、なんかちょっと危険なところがあるかなっていう、なんかそんな感じはしますけど、香袋中学っていうのが確かあったんですよね。でそれで、まあ、ちょっと中学校も、まあ、学区外なんですけど、まあ、その自分の住んでる地域に隣接してるってことで、まあ、この辺通ることはあったかなと。さあ、で今回は歩道橋をですねまっすぐ行くんですけど、今ちょっとそこの信号機のところで見えてるかもしれないですけど、あの好み神社って書いてあるんですよ。まあ、あの好みっていう字が、あの振り仮名売ってないと読めないんじゃないかなみたいな感じなんですけど、この好み神社っていうのがあるのは知ってたんだけど、行ったことはなかったんですよね。それでちょっと今回この好み神社っていうところに行ってみたいなと思っております。ここみたいですね。好み神社書いてありますよ。なんかちょっと雑草が生い茂った感じになってますけど、まあ、こっちみたいなんで行ってみましょう。うわ、なんかこれ階段立派な感じですね。まあ、ほんとこの下の道っていうのはなんか普段よく通ることあるんだけど、ここの上を渡るのは初めてですね。
いえ、こんな感じなんだ。あ、なんか急に涼しくなりましたね。今日もちょっと今昼ぐらいだから暑かったんですけど、この神社の木陰に入った途端なんか急に涼しくなった感じですね。最近台風が通過したばっかりなんですよ。それでちょっとその台風の影響で、まあ、ちょっとこの境内が散らかってるのかもしれませんね。この見神社の上までやってきましたよ。ああ、こんな感じなんだ。うん、まあ、こういう狛犬とか牛みたいなのがありますね。まあ、本当ですね、まあ、これ自分が学生の頃から神社があるっていうことは知ってたんですけど、まあ、来たのは本当初めてっていう感じですよ。なんか思ったよりやっぱり大きな神社だったなっていう感じはします。まあ、次で最後になるんだけど、まあ、この先にある伊藤伝右衛門邸っていうところに行ってみたいなと思います。まあ、伊藤伝右衛門邸っていうとですね、まあ、この飯塚の観光マップに載ってるぐらい有名な場所なんですよ。ただ自分はですね、伊藤伝右衛門邸って中に入ったことはないんですけど、まあ、ちょっと今回行ってみようかなと思います。まあ、今日は水曜日なんですけど、まあ、この伊藤伝右衛門邸が定休日なんですよ。まあ、普段だったら結構ですね、まあ、駐車場なんかもあって、まあ、そこの駐車場から伊藤伝右衛門邸の方に歩いてってる人なんかを見かけるからですね、まあ、結構人気スポットなんじゃないかなと思いますよ。ここに看板は出てるんだけど、矢印の方向に道がないですね。まあ、ちょっと渡っちゃおうかな。今どっちに。ここが高袋の交差点みたいですね。高袋って書いてありますよ。どこなんだ。あ、この辺りかな。こっちっぽいですね。この高袋のところから入って、なんかそれっぽいもの見えてきましたよ。これなんじゃないかな。まあ、本当ですね、平日っていうか、まあ、休みの日なんかが多いのかな、やっぱり。なんか人は結構来てるイメージはあるんですよね。でも、まあ、昔の人のところとはいえ、なんかその普通の家みたいな感じはしなくはないんですけど、まあ、結構敷地なんかは広そうな感じだったですよ。これですね。祝旧伊藤伝右衛門邸国の重要文化財って感じらしいですよ。もうここも長崎街道なんだ。はい、まあ、この伊藤伝右衛門邸の前までやってきましたけどね。本日水曜日は、まあ、ここの休館日なんですよ。まあ、どっちにしてもですね、中の動画撮影はできないっていうことだったんで、休みの日の方がむしろ人がいなくていいかなって思って来た感じなんですけど、
まあこんな感じかなっていう。なんかやっぱり古い建物っていう感じですね。まあ中も見てみたい気はしますけど、まあ機会があったら、まあ、ちょっと個人的に見に来ようかなとは、まあ言っても多分来ないかなっていう感じはしますけどね。というわけで今回は飯塚市の高袋を歩いてみました。こんな感じで歩いて回れる近い範囲にスポットがいくつかあったらですね、なんか動画としてちゃんと成立するんですけど、何もないような場所に行ってしまうとですね、もう話すことがないともう動画の尺が持たないっていう、なんかそんなのがあるんでですね、まあそれでもまあ今後もあんまり近場で行くところないかもしれないですけど、まあこんな感じで天気のいい日はたまに外に出て歩いてみようかなと思ってるんで、またその時暇のある方はこちらの動画見てもらえたらありがたいです。それではまた。